高齢者を対象に訪問美容やカットを行っている NPO 法人、サバプロジェクトケアの代表で読谷村長浜の美容院シャンゼの田丸香織さんにお話を伺いたいと思います。電話がつながってますね、呼んでみましょう。田丸さん。はい、もしもし。あ、こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。会話キャッチボール
まあ、月曜日と休みにこう神社のボランティアの方行かれるんですけども、はい、他の火曜日から、まあ、金曜日とか、うん、そういう平日でもこう行かれる方が、少しでも増えてくれたらもっと利用した方のサービスができるんじゃないかと思うんですよ。そうですか、はいはい、でこのですねサバプロジェクトケアを利用したいという方は、はい、どうしたらよろしいでしょうかね。はい、まあ、お電話で、はいはいはい、問い合わせいただければ。あ、そうですか、はい、こちらの方からまた担当者が、はい、お電話差し上げると思うんで。あ、わかりました、はい、じゃあ連絡先の方を教えていただいてよろしいでしょうか。はい、ですね、事務局の方がですね、はい、現在今電話が故障中ということで、もし同じ敷地内で、ですね、サロンの方がありますので、はい、電話番号が098-957-5566ですね、うん、ヘアープロジェクトサバですね、はい、こちらの方に電話されればつながると思いますので。あ、わかりました、はい、ぜひですねみんなにリフレッシュしてもらいたいですね。はい、ありがとうございます。はい、今日はですね闇田村の美容カットボランティアサバプロジェクトケアの、田原薫さん、ね、美容室シャンでも、ね、なさっておられます、田原薫さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、はい、失礼します。今日広く特集木曜日でした。